はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座、今回取り上げる曲は中島みゆきさんの糸です。1回目はですね、ギターを始めたばかりの方のためにすごく簡単に弾きました。で、2回目の今回はこの曲をアルペジオで、ぜひ弾いてみてほしいなと思います。やっぱりこのね、しっとりとした感じはアルペジオに最適だと思いますし、アルペジオをね、初めて、こう弾いてみるっていう方もね、なんとか弾けるように持っていきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ちょっと練習をしときましょう。ですね、人差し指と、中指を、人差し指が3弦、下から3番目、中指を下から2番目の弦で、指をね、こう歩く時のような感じで1、2、3、2、3、2、3、2、3ってずっと弾いてみてください。これがまずワンステップです。で、それにね、例えば G を当てると、 G を押さえながらね弾くとこんな感じ。じゃあ今度 C を押さえながら同じことをやってみましょう。おね、なんか音変わりましたね。もう一回 GCほら、もうアルペジオに聞こえるでしょ。ただ同じところをね、ずっとこういう風にペコ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 やってるだけで、もうなんかそれだけでアルペジオが弾けてる気分になります。 G C。 じゃあこれ D にしたらどうなる。 C。 同じ弦弾いてるだけですよ。もうアルペジオを弾けてるでしょ。はい、アルペジオってすごく簡単なんですよ。最初はね、なんかすごくこう指定された弦を指定されたように弾かなきゃないって思うかもしれないですけれども、やってることは同じ指の動かし方をして、あとはコードを変えていくだけで、自然とそれがこうなんかアルペジオっぽくなっちゃうっていうのが基本的な弾き方なので、まずはそれをね、人差し指と中指でやってみましょう。で、そしたらですね、そこに親指をちょっとやっぱり付け加えてみてほしいな。一番最初だけ、2弦と6弦 G を押さえてこういう風に出す。そうするとっていう風になります。1、2、3、4、1、2、3、親指を使うのは最初だけっていう風になります。今度は C を、親指をね、5弦にしましょう。上から2番目の弦っていう風になります。じゃあ G と C を交互に弾くとすると、アルペジオでしょもうこれでアルペジオ弾けてるんですよ。それぞれのコードを同じです。 D だとこうなるし、 Em だとこうなるし、 Am7 だとっていう風になるしね、っていう風になるし、 D だとね、はい、すごく簡単です。1個の押さえ方っていうか、1個のね、指の動かし方でもうこの音になっちゃうので、もうすごく簡単だと思います。
でそれを踏まえた上でね、じゃあイントロを弾いていきましょう。イントロのところはアルペジオで再現するとすると、まあ、さっきとまたちょっと弾き方は変わりますが、123っていう風に弾いてあげるといいかな。上、真ん中、一番下っていう感じでもいいですよね。 C は5弦スタート、まあ、こんな感じ。まあ、こんな感じで弾いてあげると、まあ、原曲の雰囲気は出せるかなと思います。で、いよいよ歌に入りますが、1番だと音数がすごく少なくなるので、最初の音をその親指と中指をポーンと同時に出す、だけでいいと思います。こんな感じ。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。ここね、1231っていうところがもし再現できればやってみてください。難しい場合は1234、ここなくても一応成立はしますけどもね。なぜ巡り合うのかを、私たちはっていう感じ。ここに一拍だけこのコードを入れてあげるとまたいい感じになると思います。ポーンとやるだけなのでね、手数的にはそこまでこう忙しくは感じないかなとは思いますね。Bm っていうコードも出てきますが、ポーンっていう弾き方であればまだ鳴ってない弦があっても多少はごまかしは効きます。まあ、本来のアルペジオの弾き方で弾くとまたちょっとバレるかもしれませんが、バレなければいいけど、鳴ってない弦がバレる場合はもしこれ Bm が難しい場合は D に置き換えて弾いてみてください。ここにも Bm 出てきますけど、ここ D に変えてもいいです。はい、そのポーンっていう弾き方でもう一回やってみましょう。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちは何も知らない、二つの物語。まあ一番の A メロ B メロは優しくこのポーンってつなげていっていいと思います。でサビになって、そのようやくそのアルペジオらしい弾き方をしてみましょう。さっきのね、そのこの弾き方をやります。ラでの糸はあなた、ここね Em から Em7 というコードに、変わっています。ここですね、ジャランで弾くとき、ストロークで弾くときはその弾き方で音の変化は分かるんですけど、これねアルペジオでさっきやったようなき方で弾いちゃうと、ここのね音の変化って出ないんですよ。そもそも4弦弾いてないから。じゃあそれどうするかっつうと、ここで Em で6弦で音を出したら、次は親指を4弦にもし変えれれば変えてみてください。だっての糸はあなた、
ていう風になります、せっかくね E マイナーから E マイナー7になってるから、その音の変化をねやっぱ出さなきゃいけないわけですよ。そうすると親指がちょっとね移動するっていうのがちょっと難しく感じるかもしれませんが、もしそれが難しい場合はここを E マイナー押しでずっと弾いてもいいですよ。はい、レベルに合わせて弾き分けてみてください。次は C ですね。この糸は私オーディナス、はい、でちょっと遅くなりましたが、6弦スタート、ここは D はですね、まあ、4弦スタート、 E マイナーは、6弦スタート、C は5弦スタート、Am は Am7 は5弦スタートにしてあげるといいです。親指をどっからスタートするか、を気をつけてみてください。はい、だから、ベースだけを「だーての糸はあなた」よ。よこの糸は私っていう音の流れになります。アデペジョが難しいところはね、その親指がどこの弦からスタートするかっていうのが、まあ、一応決まってる感じにはなってます。でも最初のうちはね、その使い分けってやっぱ難しいので、まあ、最悪全部のコードをもう6弦をずっと弾いちゃうとどうなるんだろうね。だーての糸はあなたよ、この糸は私オーディ、まあこんな感じになりますね。やっぱちょっとちょっとなんか違うかなっていう感じですね。だーての糸はあなたよ、この糸は私オーディ、まあ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 低音を強調するとこんな感じになるので、やっぱりね、綺麗に聞こえるかどうかの決めはこの親指の位置にかかってくると思います。で次です。はい、ここのアルペジオで一番頑張りたいところがここの、E マイナーメジャー7のこの動きなんですけれども、アルペジオで弾くとき、まあ、このダイアグラムの押さえ方でそのままいいんですけれども、アルペジオだとこういうふうに弾きたい。何をやってたかというと、あの人差し指と中指は全く変わらないんですけれども、やっぱり親指の位置です。E マイナーの時も4弦スタートで、次も4弦で、次は離してで、次は5弦っていう感じですね。まあ、同じようにっていうのがやっぱりですね、その指定された弦をしっかり弾くとこういうね、あの感じっていうあのいい感じの音の並びが出てくるんですよ。これをやっぱりストロークで全部の弦をね一緒に弾いちゃうと、そこら辺の再現っていうのがうまくできないんですけれども、アルペジオだとあたためるかもしれないっていうふうにね、やっぱアルペジオらしさっていうのが出ると思うので、ぜひねそこの音の綺麗なここのコード進行を、再現してほしいなと思います。ではですね、一応さっきの弾き方で、こっから最後までちょっと弾いてみたいと思います。さっきですね、まあここをねポーンポーンって
なぜ巡り合うのかをって弾いたんですけれども、まあ、2番ここが2番だと仮定して、全部、同じなぜ巡り合うのかを出した、これでちょっとね弾いてみます。テンポをね60にして弾いてみますので、一緒に合わせて弾いてみてもいいです。いきます、イントロからです。ワン、ツー、スリー、フォー、サン、シ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 ー、ナいかがでしょうか。あのやってることは本当にシンプルです。本当こっちのね2つの指はもう交互に弾いてるだけですし、親指がどっからスタートするかがもうきちっと決まればすごくねいい感じで弾けると思うので、そこだけをしっかり把握して弾いてみるといいと思います。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ではさようなら。ここから一応おまけです。イントロのクラリネットのパートっていうのがありますね。あれをもしね、ギターで再現するとすると、まあこんな感じになるかなと思います。3、4。まあまあこんな感じですね。まあここはダイアグラムはね載せときますけど、まあここで人差し指だけでねこういうフレーズを作ってあげるといいと思います。で次がここで人間だけで、このべったりのところをね、押さえたまま小指を足す、こんな風に弾くと、まあ原曲の雰囲気出せるかなと思います。で、パッドっていうねフワーンっていう音が入ってきましたら、まあ人間、まあさっきやったやつに5弦かな、
こんな感じで弾くと、まあ、実際そうなってるかどうかわかんないけど、まあ、似たような雰囲気は出せると思うので、はい、それ試してみてください。で、イントロのコードは、まあ、G はそのままなんだけども C で、G の時に、1弦をね3フレットで弾いてましたけれども、C の音の時もその3フレットの音、1弦3フレットの音を混ぜてあげる。で気持ちいい音を足してあげる。こんな感じでね、1弦キープの音を入れてあげると割といい感じで弾けるかなと思います。難しいバージョンでね、なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。さらにここの G の時にですね、なぜ巡り合うのかを、この音を私っていう風に、人間の3フレットの音か、私たちは何も知らない、ここで C4D が入るのかな、うん、っていう感じにしてあげてもいいです。B7 が入るのか、いらない、どこに来たの、生きてきたの、どうい、ここで G 音 F シャープ、ドラの下二つの物語。あとはですね、コード進行的には一緒です。ここもちょっと書き方は変わってるんですけれども、やってることは同じ。だてのいと、ここでやっぱり、G からの、D 音 F シャープがあなた入れるといいと思います。横の糸は私、織りなすのは温めうるかもしれない。なぜ巡り合う、はい、まあこんな感じで弾いてあげるといいと思います。若干こうコードの難易度も上がりますけれども、ここでっていうのも入れてあげるとすごくね、原曲の雰囲気出せると思うんで、ぜひそれも試してみてください。ではさようなら。